さあ、アカネと、ドロシニット君とウェンさん、俺は噛み合ったの？噛み合った。なるほどね、全治さんじゃなければいける。なるほどらしいぜ。さあ、これは？はい。はい。さあ、まずワンコンボ。から？さあ、リバクにひよったか？リバク、あの技強すぎるから、次回作からなくそう。さあ、蹴られて。さあ、足の長さが3倍ぐらい違うわ。さあ、茜の足が長い。さあ、そしてトリプルは出ない。さあ、足が長い。さあ、取り掛けコンボをミスらない。あそこをコンボミスるのがニット君だと思ってたのにな。あそこを一番ミスるとこじゃないの。うん、さあ、ドロシーが、必死に稼いだダメージ分をなんか引っ掛けて満月を当てるだけで稼いでしまうというこのキャラ。設置から。さあ、見えない。ここはバースト使っていく。うわ！バースト使って！あー！見てから！飛び道具見てから突っ込んだ！さあ、前置じゃなければいけるというのはあながち間違いじゃなかったのかもしれない。で、ここで、相方のアイツゼニアが前治さんを倒さなければ、さあ、ニット君ピンチといったところでしょうか。さあ、勝率 5% のニット君。ここはアイツゼニアがなんとかクラリッチをやっつけなければ。戦闘中、ゼニアバレス、出撃する。あ、まあなんか引っかかれば多分6割ぐらい吹っ飛んでいくと思うから。コンボ2回で死んじゃうから多分クラリーチは。カウンターヒットー、はい、コンボミス。はい、はい、落とす。さあ、白いの引っ掛けて、ゲージがなくてもレンガじゃないから、うん、避けれる避けれる。さあ、空中引っ掛けのエリアルからダメージ結構取って、さあ、5パンが刺さる。あっと、あさあ、多段ですね、これは。あれ、1フレなんだよね、相枝が。感覚1フレなので。さあ、ずらして、カウンターヒット。ああ、バリ。さあ、美味しく引っ掛けて。さあ、クラリーチェで、まだ、油断ができない。さあ、クラリーチェこれ下手したらワンコンボカウンターで死んじゃうからね。あー、うわー、反撃入らんかー。さあ、コンボ落として、設置から、空中投げ？まだ死なないか。
わー、殺しきる。さあ、煮立てで終わりだね。さあ、これ桜さん、美濃さん勝ったら 2-1、 ウェンさん、善治さん勝ったら 2-1 で、次俺とあいつさんがね、応援さん、連合さんに負けたら 2-1 で、まさかのこれは考えてなかったな。ここはまさか考えてなかった。3チームの 2-1 は考えてなかった。いいんじゃない、それで。ああ、それでいいんじゃない、簡単だし。あ、じゃあそれでいいよ。大した時間ないよ。あことか絶対無理やん。さあ皆さん、アルカナ熱が下がり始めるこの時期ですが、なんと昨日発表のペルソナ、楽しみですね。アルカナとは全く関係のない実況です。お、すごい仕事かき消す。そう、火の河川浴シャルの総裁虫鎖じゃそう消しきれない。そして死ぬ。そんな予感はしていた。バーストしてしまった。一回もエクステンドしていない献身のバーストした後の回復速度はバツクラスだった気がする。バツより長かった気がする。あ、ガード硬いが投げ抜きはできない。さあ弾んで遊んでいる 2B が持続当たって、当たるが投げ抜けできない。これはもしかして中断。投げ抜けできないから、すごい投げ抜けできないの分かった瞬間すごい笑顔になったね。こいつハイジャンガードも知らないぞ。今の気持ちいいプレーしてたね。さあ前日さんが勝てば KMV エンペアは2丸が2個ついて 2-1 になる。前日さん未だにノーネームだからね、いい加減にしてほしい。パスワードを忘れたとか。裏見えなくて再びジャンエンができないが、タッチビーが強くて、しかしコンボができない。ドロップキックゲージがないので追撃できないが、ノーガード戦法、リキーシもびっくり、ブライアン・ホークもびっくりだわ。ジャインカウンター、こちらもノーガード戦法。あっ
マーリン食らってしまう。マーリン、マーリン、マーリン、ドロップキック。西井締めて、ツシパン。さあ、一気に大ピンチ。さあ、総裁して。早い。ここから体力回復して、あるのか。あ、バースト、バーストしないが、すごいパワー。ジャンイー、後ろ向いている。デニさん、すごい。あそこでバーストしないのもすごいけどね。心臓が強い。これが攻撃プレイヤー。最大神コンボがどうもうまくいかないご様子。ファンタジー B 立ち入りし、マーリン、マーリン、マーリン、ガーキャンが出なくて、スチパンで再び運送して、ガメ足、マーリン、マーリン 4C。 なんだこの下ホーミングは。謎の下袋が入って裏に回って、しっかりゲージと相談して、届かなくて、これはため立ち位が見えたか。電磁投げ、すごい噛み合いでした。感動しました。勝ったのは KMB ウェンペア。これで俺ニット砂漠のタイムペアが負けた場合、もう一回 KMB ウェンペアと対戦です。やだ、応援さん、レンコさん、責任がのしかかってきます。さあ、応援さん、ちょっと本日ちょっと絶不調ですね。やっぱ寝不足がたってます。2P が出てくるのはレンコさんのこの葉、 2P 側砂漠の民ゼニア。ちょっとやり込むゲーム間違えたね。観光でばっかやってる場合じゃなかった。俺ガラケーだからできなくてよかったわ。破線欲を巧みに使って、すごいシーパルから安定コンボと思いきや破線欲締め、なんで2ビ捨てた、チビが出なかった。ショージャンプミスったがドンマイ、近いジャンエジャンミからサメパイル繋いでゲージがない。2B が刺さって赤パイルフィニッシュ。1本取るのは砂漠の民。すげえ投げよ、ニュートラルホーミングでかわしてくる。ジャニーで締めて飛んでしまった。赤いが気にしない、気にしない。あと一発当たればコーラカルー。お姉さん、バトルしようぜ。ゲームオーバー。さあ、最終戦になるのか、大将戦。ワンピーガールも、泥のようにこう、なんかグデグデになってる。さあ、今日は睡眠不足。さあ、応援機だとニット上がれ。さあ、普段トルモで対キラ用のメタコンボを常に考えてる。さあ、ニット上がれ。さあ、動画に記録として残せるか。さあ、裏を突きガード、デコ魂って言ってる間に、さあ1ラウンド、
さあ開幕開幕シードラ。さあボディープレスは消費で返しまでは良かったか。さあ裏回りが見えず、さあバーストで返し、さあツタまではでっかったが、何の面白みもなく。あ、全国の皆さん、あれがちょっと鋼のエクリプス対策ですからね、しっかり参考にしてほしいですね。その箱は参考にしなくていいです。俺あーしか言うことない。いや、応援さんのちょっと対策不足を咎めて、あれは危ないですよっていうのを教えたかった。雷だったらちゃんとあの雷、超雷でね、締めて。ぶっ殺せぶっ殺せ。応援さん今の体力だいぶ使ったから、俺が脳細胞だいぶ殺しといたから。よっ、うわー、ふざけんな、俺脳細胞死んでんじゃねえか。うわー、バーソ使っていいよ、火だからね。あいえぇはい、ゴール飛ばして危ねえ。はい、2B 下がっていいよいいよ、そういうコンボでいいよ。 OK、 大事大事、状況重視、逃げて河川よく巻いて、うますぎはロス。はい、無駄子がどっちかだ。よっしゃ、今のはね、ちょっと実況の仕方ベトナムに通じるとこあったから、やめよう。4D ガーキャンパイルはしっかりガードして、これは危ない。即 1D して逃げないと空投げの的、これは下げれない、ギリギリ下げれなかった。白パイルが見えなかった。おー、しっかり相殺して逃げて、バンカーはパイルで 4D 白パイル。あー、ゼニアのターンだった。今のはぐちゃぎ、まあ相方としてはいいぐちゃぐちゃとでした。相手としてやったらすげえ切れそうになるけど。というわけで優勝は俺、あいつさん、ウェーイ。しかし俺これでもしあいつさんと勝っても、あいつさんが今回12万点、俺が9万点、全然差が縮まらない。バトルしましょう。もう早く帰らして、早く帰らして、見立てな。あれ3ラウンド目まで行くのは俺は許さんからな。もう疲れた。いや、あの2日連続でマージャン打ってたんで眠いし、さすがに。しかも負けてるんで全部。さすがにね、役満つもは止められないんで。物理的に、あーごめん、8000点払うわって。安を。さあ、なバカなことを言ってないでね。タコで投げからダメージを取っていく。空対空からゲージないよ。あー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 、あらららら、くしゃくしゃにして噛み合わせて、まず一本選手していく。あいつ、さあこれもう一本速攻で取ってこう。ファイルは白いのが許さんからな。ええ？さあ荒らしていく。カウンターから締めて、コッパン刺さって、あと1回。さあアッパーからおしまい。はい、終わり。優勝は、
一番もらえるのは、あいつでにはですね、これもう暫定トップどころか、もうかくったまであるんじゃないのかな。まだわかんない。いやちょっと皆さん次まで来ていただかないとわかんないな、まだ優勝は。クエン酸がワンチャンある。でもあれこれ2オンなんで、ウェン酸とあいつさん同じチームになった瞬間に終わりです。うん、同じチームになった瞬間にまくる可能性がなくなるという。うん、かくった。もうそれか、もう店員さんにね賄賂渡して次はシングルでお願いしますって。逆転の可能性のためにシングルでお願いしますって、こう袖の下を。というわけで、今回の恋は2on 2は、終わりということで、皆さんお疲れ様でした。はい。